アッシュレイディオ。さあ始まりましたね。アッシュレイディオ。おはようございます皆さん。おはようございます。いい朝でしょうか皆さんにとって。どうなんですかね。朝聞いてる人もいれば夜聞いてる人もいるみたいな。夜聞くってどういう気持ちなんですか。逆に。夢に出てきてほしい。アッシュレイディオ。じゃあちょっとまた今日も。質問いただいたのでそちらからバンバンいっちゃいましょう。質問ばかりですね。質問常に質問があふれてる。はいはい行きましょう。成功する起業家や経営者は発想が変わっていたり斜め上からの過去普段は思いつかない解決策を見つけている気がします。そういった発想力はどうやって鍛えられるんですかという質問。課題感じゃないですかね。課題感、課題を常に感じるか。はい。要はエレベーター混んでる、あエスカレーターが混んでるっていうことにイライラする人は多いと思うんですけど、うん、エスカレーターが多い。でもあれエスカレーターって左側にしか、みんなの東京だったらね、うん、左側にしか乗ってないじゃないですか、うん、それをなんか両方に乗る文化を作ったらいいんじゃないですかね。ああ、はい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 、みたいな、うんうんうん、それをだから本気で普通の人ってなんかああしか思わないですけど、それをマジで、うん、うわもうめちゃめちゃ課題じゃねえかとか、いや俺だったらこれ解決できるぞみたいな、そもそもの課題感がやっぱ違うじゃないですかね。ってなると、じゃあもう生きてるだけで課題見つけまくりってこと？いや、まあだからその生きづらいっちゃ生きづらいかもしれない。前にもちょっとありましたね、ラジオで。はい。あ、特に起業家はね、起業家っていうか、まあその起業家によるんですけどね。ああ。いや、起業って言っても、これ、ああ、これちょっと起業の真実みたいな話をしましょうか。起業の真実。はいはいはい。起業って言ってもですね、うん、まあ2つあって、うん、一つはクリエイティブな企業と、うんうんうん、あともう一個は何だろう、武力みたいな企業が強いというか、はい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 、なんかウーバーとか、うん、エアビーとか、うんうん、ああいうのも企業じゃないですか、うんうん、だし、うん、あの不動産仲介会社をやろうと思うんです、これも企業じゃないですか、うん、でもちょっと違うの分かります。うん、要は新しい価値を提案するっていう企業なのか、そもそも既存事業を僕もやるっていう企業なのかで結構話は変わってくると思うんですけど、で既存事業に行くんだったら、あの資本力とか、うん、マンパワーとかなんか隙間ポイントとかを狙って、うん、オラ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 って攻めたらいいんじゃないですかね。うん、でまあクリエイティブな企業って言ったら、まあ、さっきの Airbnb とか Uber とかもそうですけど、うん、なんかこう、まあ、今の時代だったらテックだったりとか、はいはいはい、まあ、今はテックが噛み合ってきますよね、うん、っていう感じじゃないですかね。うん、そっちはじゃあそのオラオラオラっていう感じではない。まあもちろんオラオラも必要ですけど、要はそのテックの、要はその開発をするじゃないですか。うんうん、あその開発をするっていうのが一般的に言われてるあのスタートアップベンチャーがやる必要があることというか、うんうん、どういうことかっていうと、まあオールド企業っていう、要は例えばその、うんうん、既存事業をオラオラってやるやつをオールドだとして、うん、テックを使うものがニューだとするじゃないですか。で、うん、オールドって売上すぐ上げられるんで、うん、要は売れば手数料入ってきたりとか、うん、仲介すれば手数料が入ってきたりするじゃないですか。なんですぐ稼げるっていう、うん、でも、うん、システムの開発ってシステムの開発してる間って売り上げ上がらないじゃないですか、うん、だからそこで投資家にお金入れてもらわないと、うん、そもそも成立しないんですよ、うん、はい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 、っていう話です、うん、だからちょっと運動神経は変わってきますよね、うん、でも最近すごく問題なのはこのオールド営業のオールドタイプの企業のくせに投資家を入れるっていう若者が増えてきてるのは、うん、僕はちょっといかがかなと思いますけど。おお、あ、じゃあ新しい価値を生み出すっていうよりかは既存にあるビジネスモデルで、そうですそうです、だから、分かりやすい話だったら、何かを開発するっていう会社は投資家確かに必要かもしれないです、うんうん、でも営業会社は投資家いらないです、売ればいいんだから。でも営業会社のくせに投資家を入れるってなってくるとちょっと話が変わってきますよね。それはなんで入れるんだっていうこと。はい、だからスタートアップっていう人たちがみんな入れてるからじゃないですか。あ、だからみんなそれっぽいことしたくなるんですよ。うん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 、ス
タートアップって言いたいの。そう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 。ただそこはまあちゃんと事業を考えてふさわしい方法を取ってみて、うん、まあでもそれもなんかやってみたらいいんじゃないですかね。うん、まあ、今回の質問なんでしたっけ、なんか起業家の人はなんか物の見方が違いますみたいな。あと経営者は発想が変わっていたり斜め上から普段思いつかない体験。そんなことないですよ。普通じゃないですか。ただそれを実行するかしないかみたいな話かな。まあ確かに言われてみたら普通の人からしたら発想は確かに変わってるかもしれないですよね。でも思いつかなかったっていうその結構クリエイティブな斜め上の発想ってどうですか。ですね、いけるっていう感覚が違うんじゃないかな。なんて言うんだろうな、多分普通の人って思いついてもうわそれ実現できるって多分あんま思わないんじゃないかな。思わない。でもやっぱ物をなす人って思いついたことをこれ実現できるって多分普通に思うんですよね。でもその違いだけじゃないですかね。その時ってもう道が見えてる感じですか、それとも。いやどう考えてもいけるじゃないですか。いや例えば、みんなが行きたいところ例えばハワイとか、うんうん、ハワイに行ったことない日本人って結構意外と多いんじゃないですか。半分も行ったことないんじゃないですか、うん、もっといないですかね。日本人で 20% くらいしか行ったことないのかな。吉川さんありますハワイ。はい、あります。あ、じゃあ意外とあんのかな、みんな 50% くらいかな。どうだ、40% くらいはあんのかな。まあまあ、うん、50% くらいかな。まあ 30-40%、50% くらいとして、うんうん、行きたいって思ってる人は 100% 思ってるんですけど、行けると思ってる人がやっぱ半分もいないんじゃないですか。だからみんないいなとかって言うじゃないですか。例えば地方にいる人が、東京いいなとかって言うじゃないですか、うん、来ればいいじゃんって。そうです。でも東京に行けると思ってないんですよ。根拠ないですよ。あ、でも東京に行ける人っていうのは当たり前のように、いや東京行けるだろうって思ってるんですよ。はいはいはい。新幹線の飛行機なり新幹線だったら行けるじゃんって思ってるんですけど、うん、行けないと思ってる人は、いやでも東京ってっていう、なんかその根拠のない不安というか。あ、それはあのビジネスとかでもそうです。うーん、僕だったら例えば頭に描いたものが、いやこれ絶対いけるじゃんっていう、うんうんうん、でも僕がこんなことをやろうと思うんだって話をしても、周りの人は、あ、そう、別にそれそんなにあれじゃない、え、それ結構むずくない、え、競合多くない、うん、あ、みんな普通に多分いけると思ってないの、うん、僕はもう普通にいけると思ってるんで、うんうんうん、で実行して実現して、いや、いけたねっていうあー、そういうことか。だから僕は電通を辞めて保険会社に行くみたいなのもそうじゃないですか、うんうんうん、みんなはもう辞めとけバカじゃないかって言うんですけど、うんうん、いや行けるじゃんっていう、うんうん、で行ったら行けたわけじゃないですか、はい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 、だからその行けるっていう確信がありますよ。うん、でそれを、踏み出せっていう感じじゃなくて、うんうん、当たり前のように行けるっていう、いやいや行ける、いやいや、いけるじゃんっていうぐらいの感じなんですよね。あ、それってさっきの話じゃないけど、新幹線とか、うん、飛行機っていう移動手段は知ってるけど、つまり、あ、まあ、今日は見えてるけど想像力がないんじゃないですか。乗ったらどうなるみたいな。いや、だって僕の頭からしたら、いや、いけるっていう、いや、いけるってのはただあの根拠なしに言ってるわけじゃなくて、え、こうやってこうやってこうやってやって、こうやってこうやるといけるじゃんっていう、でこれいけるじゃん絶対に、うん、っていう、うん、でもそれさえ考えてないじゃないですか。うん、あ、それがまあこう事業をやっていく人とそうじゃない人の違いっていうか、うん、あ、まあ、たまにその事業やっていく人でも、うん、あの何も考えないで始める人の方が多いですよ実際。世の中にいる社長さんって、うんうんうん、あの考えてない人多いですよ。それ絵に描いてないけど始めちゃうこと、はい、でボーンと問題にぶつかって、うわどうすんだこれって言ってなんか解決していくみたいな、あ、諦めないみたいな、はいはいはい、っていう人の方が多いんじゃないですかね。ちょっと盲信っていうか、はい、計画を立てて計画通りにやる人の方がやっぱ少ないと思います。あ、僕もなんか別に計画性がある方じゃない、ないんですけど、でもどっちがいいっていう問題じゃないですよね。そのさっきの社長のタイプみたいなところで言うと、いやいや、どっちがいいとかじゃなくて、もうそれはもう才能です
うん、その、はい、能力的な問題だから、はい、あもう生まれながらにして持ってる感じです、ね、うん、いけるいけないっていうのは、うん、だから分かりやすい話をしたら、あの本田圭佑とかは当たり前のようにいけるっていう感覚を持ってますよね、うん、あだからもう学生時代、昔小さい時からそうじゃないですか、うんうんうん、いや無理だろそんなお前が、いやいやいける、うん、なんかあのミランに行って、うんうん、いや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 、いけるっていう、でそれは多分彼の中に想像力があって、うん、だってこうしてこうしてこうしたらいいんでしょ、いやいけるじゃんそれは、うん、っていうのがあったから、普通に多分その想像してることをメディアの前でいやいけるでしょって多分言ってるだけなんですよ、うん、でも普通の人から見ると、あの想像できない人から見るとビッグマウスとか、うん、とか言われると思うんですけど、でも普通に想像できてるから、うん、別にビッグマウスをしようとかっていうことよりも、あいやいけるやんっていう、うん、っていうことなんじゃないですかね。そういうことですね、うん、だから僕も想像してわこれいけないなと思ったらやらないですよ。うん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 、はいはいはい、リアルに想像したときにいけないと思ったらブレーキを踏む、うん、だからまあ発想、まあ想像力、そうですね、たくさん想像してみるといいんじゃないですかね。うん、あとはまあいろんなことに感想をちゃんと持つとか、あ映画を見てどう思ったかっていう感想って人それぞれだし、はいはいはい、なんか同じ試合を見てどう思ったかっていう感想は人それぞれなんで、うん、まあ、そういう感想をやっぱ優れてる人の感想ってやっぱ優れてるんですよ。へ、あそんなとこ見てたんですねとか、うん、あそう思ったんですね、あそれを見てるだけじゃなくてそんな学びとして自分の糧にしてたんですねっていうのがすごくあるんで、うん、めちゃめちゃイケてる人とこの感想を共有するっていうのはめちゃめちゃいいと思います。あ東大生とかに、うん、どう思ったって聞くっていう、うんうんうん、あれどう思いましたっていう、なんかめちゃめちゃ頭のいい人に聞くとか、あ逆に言うと感想を持たないまま過ごしていくことが多い。いやもうほぼそうじゃないですかみんな、あだから学びがないんですよ。あほぼ感想なんか持ってないんじゃないですか。はいはいはい、日々の出来事に、はいそんな可愛い人生嫌ですね、感想だけに。ありがとうございました。